Hi This is まあこのチャンネルでもよく UFO やエイリアンアブダクションエイリアンたちにアブダクションされたのではないかというケースを、まあ、いくつも紹介をさせていただいているんですけれどもそういったもしかしたら UFO にさらわれてしまったかもしれないという人たちの中にはフクロウの記憶を持つ人たちがかなりいると言われておりますあの鳥のフクロウですねそれが自分の記憶の中にポッと出てくるわけです でそのフクロウの記憶からたどっていくとなんと UFO やエイリアン宇宙人、異星人たちにこう会っていたっていう記憶を持つ人もたくさんいらっしゃるんですけれども、まあ、昔からこういった奇怪な現象これ、もしかしたらですね例えば目の前にあまりにも自分で理解できないものが現れたときに人はその記憶を処理できなくって 忘れてしまうことがあるそうなんですね。ところが十何年経った後にふと何かのきっかけで思い出したりするわけです。そういってフクロウの記憶がある人たちが、まあ、結構いるわけなんですけれども、例えば家の窓からフクロウがじーっとこちらを見ている。 そういった記憶を持つ人もいますし、でもよく考えてみたら、その周りにはフクロウなんていなかったんですね、それまで。もしかしたら、誰かが飼っていたフクロウが、まあ、逃げ出したっていう可能性はあるんですけれども。まあ、さらにフクロウというのは昔からシンボル的な鳥と言われておりまして、例えばネイティブアメリカンでは、こう、フクロウが飛び回ると悪い知らせと言われていました。ところが逆に、 良い意味のシンボルででもあるんですねでもアメリカの中ではフクロウは守ってくれる守りのシンボルであるあるいは知恵すごく頭がいい,いいということで知恵のシンボルさらにですね、うん、都市伝説的に言えばあのイルミナティのシンボルはフクロウ入っていますそういったところでさまざまなシンボルにも使われてきたこのフクロウなんですけれども。 このイルミナティなんですけれども、まあ都市伝説的と言いますか他の要素もあって、実は古代、昔の世界ではキリスト教、カトリック教がかなり力を持っていたと言われており、いろいろな国にそういったキリスト教布教しカトリックをこう根ざしたんですけれども、その時にあんまりにも力を持っていたために、神の教えに従って国の、それぞれの国の法律を作ったりしていたそうです。 ところが、やがてそれは違うんじゃないかと。宗教によって人々を縛ってはいけないみたいな意を唱えた。それがイルミナティと言われております。すると、教会としては恐ろしいわけですね。それまで自分たちが自由に使っていた力が使えなくなってしまう。それで、教会はイルミナティを悪魔だと。悪魔の団体だということで散々叩いて、表向き潰されたと言われております。 まあその、例えばその国の宗教が一つであれば、それもまあ運営できるのかなと思うんですけれども、例えばその国の中にたくさんの人が住んでいて、それぞれが違う宗教を信じていた場合、これはとっても大変なんですね。現在のレバノンがそう言われていて、まあレバノンって日本で言えばあのカルロス・ゴーンが逃げ込んだ国ですよね。あれは昔とってもいい 国と言われていたんですが、現在はすっごく大変なことになっております。電気も止められ、水道もなく、なんだか石油も底をつけたみたいな報道されてますが、そのレバノンという国は、たくさんの宗教で成り立っており、それぞれの人たちが力を持ってるんですって、役人も、それぞれ違う宗教を信じていて、誰かが 国民のために電気はとにかく確保しなければいけないと、その法案を通そうとすると、他の人がそれを握りつぶすんですね。自分ところの宗教がそれはやるからとか言い出して、全然まとまらなくって、国民がとっても大変な目に今あってるそうです。だから、一つの宗教、一つの国に一つの宗教であればいいんですけれども、それぞれの宗教を信じていて、それぞれが力を持った場合、まとまるものもまとまらなくなるんですよね。 それでは、フクロウとエイリアンのお話、二つほど、ちょっと今回は紹介したいと思います。まず、2007年のある晴れた夏の日、マキシンという女性がいらっしゃいます。それはスコットランドのインバネスという街にお住まいだそうです。そのインバネスという街は、スコットランドのネスコ。あのネッシーで有名なネスコのすぐ近くです。彼女はそのネスコを見ながら、自分の犬を散歩させていたんですね。すると、 彼女の説明によりますと、なんだかわからないんだけれども、小さいものがいると。それであまりにも小さいから、幼い子供だと思ったんですね、彼女は。もし迷子だったら大変だっていうことで、それに近づいていったんです。ところが、それは、もう人間じゃなかったんですね。幼い子供だと思っていったら、人間じゃなくて、明らかに、あのグレイエイリアン、宇宙人グレイの形をしていると。で、 びっくりして彼女とそのエイリアングレイは数秒間見つめ合ったっていうんですね。するとグレイは腕を伸ばし一瞬にしてありえないほど大きなフクロウに変身したそうです。1メートルぐらいはあったとフクロウに変身してるんですね。えっと思った瞬間そのフクロウは空に飛び上がりものすごい速いスピードでネスコの湖の向こう側へ飛んでいったそうです。 まこのような体験から彼女はもしかしたら宇宙人たちはあらゆる動物に変身することができて我々を直に観察している恐れがあると言っています。まあありそうですよね。ちょっと怖いなと思いますが実は動物の方が宇宙人だったというそういった可能性はあるのかなと思ったりします。それでは次のケースです。 カリフォルニア州ジャイアントロックという場所があります。大きな岩なんですけれども、昔、1970年代までは UFO の集会といって UFO に興味がある人たちが集まったりしていたそうです。で、そこで2001年の11月、ゲイリーという男性、彼はスーパーで働いてるんですが、このジャイアントロックの前でカプソナと名乗る異星人の女性と会っていたと。こう、呼ばれるようにそこに行き、 そこにカプソナというブロンドの身長の高い女性のエイリアンがいたというわけですね。で、この二人は数時間にわたって人類が今置かれている不安定な状況について話し合ったと。その後、砂漠に日が沈み始めたんですね。で、このカプセナは突然ゲイリーに少し離れなさいと言ったので、1メートルか2メートルぐらい離れたら、 なんとそのカプソナという異星人に白い光がパーッと当たり、身長150センチぐらいの真っ白なフクロウに変身したっていうんですね。えと思ってたら、パーッと空に舞い上がり、その姿はすぐに見えなくなったそうです。これはですね、本当に不思議なんですけれども、 変身する可能性ありますよね、こうなると。例えばアブダクションされた、そのアブダクション自体は全く覚えていなかったのに、ふと夢の中にフクロウが現れて、そのフクロウを辿っていくと、UFO の夢を見るようになったとかね、たくさんあるんですね。本当にたくさんあって、このフクロウのお話、これからも多分いくつか。 やっていけたらなと思っております。まあ、皆様はどう思いますか自分が飼っている可愛いペットがある日エイリアンが少し変身してみたりですね、それが昨日までの自分のペットなのかとか考えるとですね、いろいろ考えてしまうんですが、まあ、ペットはもうペットなので多分、まあ、野生にいるようなものが簡単に変身できるのかなと思ったりして、まあわからないんですけれども、まあ、不思議なことが続くものです。 マ、まあ、トウキーでした。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。